はいどうも、リドラのまとまるです。今日は何をやるんですか？はい、仮面会からしゃるです。今回皆さんに漫画家になってもらいます。皆さん、ワールドメーカーというウェブサービスご存知でしょうか？なんと、セリフやあらすじを文章で書くだけで自動で漫画の小回りを作ってくれる。すごい、すごい。しかもそこにキャラとか背景とかのパーツを配置するだけで漫画が作れる。え、すごっ。っていうのを、編集者さんじゃん。そうです。え、なんなら漫画家さんじゃん。そう、これはね、誰でも漫画家になれるサービスなんですよ。ということで、これを使って皆さんに漫画家になってもらいます。そんな急に言われても違う、だってさ、だって5日前に聞いたんだもん。まあね、もう発注受けてるんですよ。そこはね、そうですね。今回皆さんにそれぞれお題を渡しました。はい。で、はい、今前に座ってる人と後ろに座ってる人でタッグを組んでもらってます。はい。ということで、この5日間の様子をちょっとご覧いただきたいと思います。こんな感じでした。ヘイ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。え、動画？動画。突然ですが、はいはい、2人には漫画家になってもらいます。ん？ん？え？ちなみにテーマが決まっています。お二人のテーマは王道です。王道？まあ王道をどのように解釈していただいても構わない。なるほどね。じゃあなんか王が歩いてる道をずっと映して王道ですって言ってもクビになるよ。お二人のテーマは胸キュンミステリーです。なるほど。胸キュンか。いや、ミステリーと胸キュン絡まんのよ。君たちの特に決めてないんですけど。おいおいおい。他はなんだよ。いやね、他が王道系と胸キュンミステリーにしたんです。おい、君らないなと思って。あまりね。おい、これ絶対 VTR 3本目だよ、我々。どうすよね、うん、漫画意外性とかさ、びっくりするポイントは入れたいよね。4ページ目にどんでん返しがある漫画みたいなのもさ、うんうんうん、結構もうありふれてきてるじゃん。どんでん返ししたと思いきやさらにもう一個あるみたいな。あー、いいねいいねいいね。この方向で作ろっか。そこに謎解きとか入れられるんじゃない？なるほどね。謎解き部分やります。じゃあストーリーと小回りは僕がやるわ。お、マジで今言ったよ。小回りもやるんだね。任せた。やるよ。いや、もうワールドメーカー様が小回りやってくれるから。で、あ、お手本あるんだね。これやりやすいかも。いや、よし、じゃあオリジナルで作るときはこっちで、駒の状況を一個ずつ見ていく。よいしょ。こんな感じか。入れ終わったからこれかな。これを押すと、あ、コマに変換してくれてる。この人かわいいな。あ、できたできた。あー、すごい、全部漫画になってる。はい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 。あ、でこれでじゃあここタッチしてったらイメージに合うわけね。いいんじゃない。で最後のページがコマなし。一旦これでいってみます？これでいこう。でも、一旦これ決めてしまうともう周り変えられないから。これ真ん中大きすぎやしないか？確かにそりゃそうだ。あー、いや、これでもありじゃないか。一コマ目が状況説明になるべきだから。でかない方がいいか。そう。一番最後も大きくないと。これでもいい。ちょっと小さくね？一旦紙ではできたけど、うん、これが本当にちゃんとこれでできるかっていう。そう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 。これ、ただいま、これはね。ただいま。あ、そうそうそう。こんなんどうですか？あ、めっちゃいい。一緒。すごい。すごい、これでいこう、これでこれでいこう、これでいこう。全然手書きより表現できるんですよ、背景とかも多分いろいろ変えられる気がしているので、うん、実家っぽいやつ、うん、おー、すごい、おー、もうちょうどすごい、いいじゃん。いいですね。はい、というわけで、これから好評になるんですが、はい、皆さんの作品を好評してくださる編集者の方を。編集者なんですか？シャルさんじゃないんですか？はい、僕じゃないよ。僕が公表したってしょうがないだろ。というわけで今回の漫画審査していただくのはジャンププラスの副編集長、数々のヒット漫画の仕掛け人でもある林志平さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。お二人の自信は？いや、ありますよ。ありますね。あります。はい。テーマが胸キュンかけるミステリー、タイトルは俺がお盆に帰らなかったわけです。
実家に帰んなかったって書いてあるんですけど、あでも面白かったですよ、すごい。あの多分僕が編集者だったら分かりやすくしちゃうなと思ってて、アイデアはすごいいいと思うんですけど、実家に帰らなかったっていうふうに書いてるんですけど、実家っぽいんですよね。お盆に帰っちゃうと勝ち合わせしちゃうから、わざわざずらして帰ったのに、なんで妹も下に帰ってくるんだよっていうことを表現したくて、こういう風にやってました。なるほど、カチッと把握しました。じゃあもうお盆じゃない時に帰ってたのに妹が帰ってきちゃって、で相変わらず毎回毎回泣いてるってことなんですね。そうですそうです。まあ、いい話ですね、すごいね。ありがとうございます。切なくなりますね。なんか結局また泣いちゃうんだな、お兄ちゃんも妹さんもっていうね。この三島家の墓ってご自身で書いたんですか、これ。あ、そうですそうです。ここだけはやっぱパーツに見当たらないから書かなきゃってことですもんね。あ、そうですね。でも基本主人公とかも全部対象から入ってるものを使わせてもらって、本当に細かく書きたいところだけ当て込めることもできたので、フラペチーノが机に置いてあるところがあるんですけど2個しか置いてないみたいな伏線を書いていて、それはあえて自分で手書きで入れたものになります。いやー、4ページにいろんな企みがあって素晴らしいですね。いい話だな。4ページでもやっぱいろんなもの詰め込めるんだなと思いますね。いや、むずいわ、漫画って。難しかったですね。難しかったよ、本当に。ただ、ワールドメーカーのおかげで全然形にはできる。テーマ、はい、自由でした、我々は。で、タイトルが、ドリーム、夢を覆せ。夢の方が良かったってことなんですかね。実は我々が一個隠しテーマとして持っていたのが、4ページじゃ飽き足らないっていう表紙っぽいやつが一番最後に来てませんか。そうですね。なのでそれ表紙にしてもう一度読んでもらっていいですか。なるほど。そうすると最初読むと勝って夢で実際は負けるっていう漫画なんですけど、はいはい、これ一番最後から読むと負ける夢だった最終的に勝てるっていう物語に変わるんですよ。なるほど、面白いですね。そうなんですよ。よかった、よかった。言われないと理解できなかったはできなかったんですけど、はい、覆せの部分を逆から読むって言われて初めてその、ああそういう物語なんだっていうのがちゃんと飲み込めたというか。そう、ツイッターに上げた時に気づいた人が一人でもいて、それでまた再拡散できればいいなっていう狙いで作りました。ああ、すごい今っぽい作り方ですね、それは。説明しないというか、気づいた人たちがこういうことなんじゃないかと思って、こうみんなでこう楽しんでいくのは、はい、今のエンターテインメントが気がしますね。これやった。漫画描かれたことない人でもいろんな企みを練り込むことができるんですね。そうです。漫画の常識を変えたいってところから。であとなんかワールドメーカーでちょっと使った技みたいなのがありまして、ワールドメーカー自体にあのボールの素材がなかったんですよ。はあ、野球ボールの素材が。なので、はい、それどう作ったかというと、打った後の画像あったんですね。ああ、はい、でここら辺にボールがあったんで、めちゃめちゃそのイラストを拡大してそのボールだけがコマに来るようにやったりとか、ワールドメーカーでできることをどんどん拡張していって、ある意味保護者として使わせてもらいました。なんかみんなが遊んでくれたらいいなって感じなのもすごい嬉しいですね。そういうなんか裏技じゃないですけどね。あ、そうです。もうなんか裏技みたいなのを探し出しました、めちゃめちゃ、はい。いや、なんかウェブのアプリとかサービスって自分でオリジナルで作れるのってすごい難しくて、だいたい型とかテンプレがあるものなんですけど、そこが自分でね、自由に選択できて素材も作れるし、なんか子供たちハマるんじゃないかなって思いました。テーマは王道、タイトルは秘密の手紙です。どうぞ。
ほう、なるほど。僕の認識で合ってるのかを探りながら今読んでますね。なんかあれですね、皆さんかけてくる感じの漫画なんですね。やっぱその松村さんの会社だからゆえだと思うんですけど、読者として試されてる感じありますからね。甘酸っぱい文通みたいに思わせて、ちょっと最初の方に違和感を残しつつ、はい、そうですね、最後のところで逆転したらいいなっていう喋ってました。確かに4ページでやろうとすると多分このぐらいの情報量になっちゃうなと思ってて、その8ページとか10何ページあれば、なんでこいつが殺害依頼されたのかとか入ってきて、あ、ついにこいつが犯人だって判定できたところまで入るとより面白くなったんだろうなと思ったりはしながら読ませていただきました。一応今回あの3段階楽しめるように作ってて、第3段階は気づかれましたか、はい、いやだからやっぱ試されてるね。男の子がなぜ狙われてるかっていうのを4ページで入れるのちょっと難しいんじゃないかって話があったと思うんですけど、僕が見落としてるのか、どこかにかっこいいって言われてますルークスっていう男の子は濃厚で、この手紙に違和感あるところないですか。むむむなんかルーズリフのメモリの線になんか違和感が、あ、矢印が2つある、カル、カルオ、テ、テとモナ、いや、でも勝てると、勝てると思うな、なるほど、どういうことだまあここからは想像になるんですけど、まあ、男の子と女の子がお互いにこう文通をしてて、お互い青春を装ってる、はい、女の子からいろいろ探りを受けて、こんな質問しちゃって可愛いなって思ってる男の子がいて、でその男の子からの返信には勝てると思うな、もう男の子も気づいてる上で乗っかってくれてたわけですね、はい、そうです、男の子強キャラです、絶対読み解けないっすよ4ページ目で1個裏切りがあるっていう漫画みたいなのって結構あるなと思ったんですけど、あんだけ小回りの中に情報とか背景があるんだったら、もっといろいろな情報仕込めるなって思ったんですよね。いや仕込めますね、仕込まれてましたね。だから1ページがとある日、さてさて今日来た手紙はのとこの背景に10とかあるってことですよね。そうです、そこです、モデルガンではなくってことなんですね。そうです、モデルガンじゃないんです、それ裏の物語が仕込まれてますね。そうです、だから男の子側も殺し屋的な職業であり、うん、別の殺し屋との戦いだったんだけど、学校の青春要素実は1ミリもないっていう。なんか最近 SNS がすごい漫画のバズりのきっかけになったりするんで、はい、こう集合値って使えるなって思ってて、はい、なんか何万人何十万人って漫画を読む人の中の誰かが気づいたらネットですぐ拡散されるから、うん、1回読むだけじゃ気づけなかったことをなんか2回3回もしかして被ってますこれ、はい、あの同じこと言ってます集合地で1人気づいたって言いたいって言いましたごめんな、いやある種会社として理念が統一された一緒だったはい、というわけで皆さんの作品発表員終わりました、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。リンさんも試されていただいてこんなにヒヤヒヤすると思ってなかったというわけで今回の優勝タッグを発表したいと思います、この中でリンさんが選ぶ最も良かった漫画ネーム一体どれだったのか発表いただきましょう。それではリンさんお願いします。松丸さんペアです。おっ、やった、はい、マジでやったやった新しい試みをまあ掘り起こすっていう意味では、そのやっぱ既存の漫画家さんはこんなに謎解きを漫画に入れていこうってそんな思わないと思うんですよね。別の側面を、まあ、の見せてくれたなと思って面白いなっていうふうに素直に思わせていただきました。まあ、他の作品もすごい企みがあって、え、こんなにみんな企んでくるもんなのって作ってみてね、4ページだけど仕込めることが本当にたくさんあって、これ1巻丸々作ったらどれだけ重厚に作れるんだろうっていうか、忘れられない読書体験になりそうな気がしますよね。じゃあジャンププラスの方でぜひ。はい、というわけでお疲れ様でした。お疲れ様でした。やった。やった。え？ホットリミットの PV の。え、撮ってねえわ。風浴びてねえわ。悔しい。悔しい。今回のタッグバトルありがとうございました。はい、ありがとうございました。ワールドメーカー楽しかったですか？楽しかった。楽しかった。ありがとうございます。そんな皆様にお知らせがあります。なんと第1回ワールドメーカーネーム大賞というイベントが開かれます。え、そのまま送ろう。いや、ちょ。
お題が3つ出てきて、その中から1つ選んで作ってもらう、うん、で最大4ページの漫画ネームを応募します。そして今回大賞を2つ選出して、その対象には賞金30万円と、あの宇佐崎城先生と大石浩二先生、この2名に作画をいただく権利です。ということですので、皆さんぜひ振ってご応募ください。はい、ということで皆さんもぜひワールドメーカーを使って漫画を作ってみてください。皆さんが描いた漫画は僕たちも読みに行きます。ということで、リドラでした。バイバーイ。バイバーイ。ツイッター見てね。